い、こんにちは。マイニングレグ作成その14ですね。稼働してます。稼働って起動とか動いてるというか、まあ、そういうレベルのものですが、でですね、前回の撮影の際に、GPU が認識しませんと言ってましたが、当たり前なんですけども、ドライバーをですね、入れなければそれ動くわけがありませんよと。で、入れました。なかなかですね、意外と、まあ、僕は素人すぎるともあるんですけど、GPU のドライバーをインストールするっていうのを説明してるものが少なかったりとかしてですね、まあ当たり前だろうって話になるかもしれないんですけど、ちょっと分かってなかったですね。まあ、勉強になりました。何もかもそうやって、ドライバーが必要ですよというところですね。で、今現在ですね、ナイズハッシュ起動させて、カチカチなんか出てます。まあ今設定、まあベンチマークの設定をしてる、設定っていうのかな、やってるところなので、どの程度、掘れる、掘れるような、1日でどのぐらい掘れるかっていうのがまだ分からない状況です。ですが、まあ今プログレス 88% になりますので、もうちょいで、出てくるのかなと思ってますが、この画面見ての通りいっぱいなんかすみません、すごい素人じみと喋り方で大変申し訳ないんですが、間違いなく動いてると。で、昨日の時点 の CPU だけでのでやろうとしてる時にはですね、すぐ掘れてませんっていうのが出てたんですけど、で、この表示自体もこんなに行も出ることなくですね、すぐ止まっちゃってたんですが、ずっと動いてます。で、ある意味こういう素人には、僕みたいな素人の方にはいいのかもしれないんですけど、部屋があったかくなってます。間違いなく動いてるってことですね。ちょっと今日は気温が最高気温21度っていう日だったので、そんなにね、気温としてはこの6月の中では暑くない方かとは思いますが、で、先ほど夕食をですね、取ってる際にちょっと、ちょうどいいかな、ないしはちょっと寒いかなぐらいだったんですが、今ちょっと暑いです。もしかしたらこの、GPU のせいではなく、単純にこれをやるにあたってですね、僕はずっと立ってるもんですから、なのかもしれませんが、というところです。あ、出ました。前回 CPU だけの時はですね、1日回して5円でしたが、さすが GPU 291円ですね。丸1日回して 0.000344、 0.0003BTC というところなので、そうですね、掘れてると言える水準かと思いますね。ただし今現在ですね、こうやって見た目的にはですね、サモ6枚動いてるように見えるんですが、接続しているのをですね、ミニマム状態にしてますので、1本だけにしてます。この黒だけですね。これですので、まだ未完成です。ある意味ではこの GPU をですね、1枚ずつつなげていって、ちゃんと6枚、稼働する状態にするのが目的になりますので、現状ではこういった段階になります。すいません、本当にね、パソコンとかなかなか得意じゃない人間ですので、一歩一歩こうやってできてるのが結構嬉しかったりとかしてます。本当になまだ終わりじゃないんですが、一個一個挑戦してよかったなって思ってます。3週間かかりましたけどね、自分のこれをしてみたいって思ったことをですね、分かんないけどやってみて、一応一つの通過点を超えてるっていうのは、一つ一つ知識をつけてっていると。それっていうのは、なぜかここで幸福論を語るんですが、それは幸せなことだなって個人的には思ってます。ですので皆さんもちっちゃいことでいいと思うんですけど、
日々何かに取り組んで少しずつ達成してって、言っていただければより幸せになるんじゃないかなって個人的には思ってますということで、皆さんこの後も動画撮影していきますのでお楽しみにしてください。ではバイ。